阪神岡田監督、三振の佐藤輝明肉源。佐藤輝の状態、新聞ですごい書いてるやんか。何本もスタンド入ってって言うて、そういうことやろ。そらお前もう結果やから見たらわかるやんか。状態なんか俺が言うより結果見とったらわかるやんか。ええか悪いか、練習でスタンド行っても一緒やいうことやろ。そんなの9回は1点取りたかった。そら打たなあかんやん。笑い、前飛んだら1点や。何でもええやん、バット当たったらの、そういうことやんか。スクイズで1点取りに行く、あっこで。お前そんなな、どんな当たりでもバットに当てて前飛んだら何かが起きるけどな。三振は何も起きない、空振りはそれだけのことや。しかしなぜかシーズン終了頃には2割7分で20本以上は打って、そこそこ結果を残す男、佐藤輝明。どこで爆発期間が来るかやな。去年はドンピシャの勝負どころやった。佐藤はスイングが中途半端な感じするな。アッパーだった軌道がレベルになってんのかな。佐藤が最低限してくれてたら良い試合になったのに。佐藤は9回の場面で犠牲フライでも進塁打でもいいから得点取らなきゃ、反省会やな。まあ本気でやってたら6回中野にバントで先制してるやろ。佐藤も甘い球全部ファウルで結局三振、ダメすぎる。点で打ってるからね、あれでは打てんよ。テルは悪いなりになんとかしてほしいわね。テルが心配やな、完全に崩れてる。他はまあ大丈夫そう。テルは例年通りやろ、別に悲観することもないし、守備をしっかりやってくれたらいい。守備も安心できないのがテルやんか。ゲッツーでもいい場面で三振はな。去年と同じような試合してて、戦術的にあまり変わりないのは分かった。テルはいつになったら3割30本打ってくれるん？3割が無理ゲーすぎる。テルの一番悪い刺されてサードファールフライがないわけ、全然マシやわ。テルはそのうちを目覚めするのを待つしかねえ。佐藤はスイング度向ではない、タイミングの取り方が絶望。十分成果はあったんやが、テル中の木並がずっと調子上がらんな。まだ開幕まで時間はあるよ。中野とテルが本調子になれば。お前らテルは褒めて伸ばすタイプなので甘やかしてくれ、褒め殺しでおがててくれ、よろしく頼む。佐藤は打ち出したら打つからな。シーズン使えばチーム一の筋になる。阪神はあくまで守備力で勝ってきたチームだから、どんなに不調でも中野の維持先発は揺るぎない。佐藤は外すことあるかもしれんが、代わりもしょぼいので出すしかない。中野はなんだかんだで調子上げてきそうな気はするけど、佐藤はほんまにわからん。大山もテルは去年もオープン戦はほとんど打ってない式にしてない。佐藤は去年見たくほぼ優勝間違いないって頃になってから打つで。3年連続結果出してる佐藤、中野を心配してもな。テルが数字の割にイメージ悪いの、三振だけやめてて三振するからか。中野とテルは毎年数字上げてるからな。ただダメな時のテルはなんか知らんけど逮捕を見てるみたいな気分になる。テルや中野が今年打つかもしれんし、打たんかもしれんな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。